参議院議員の加藤俊之でございます。民主党比例区で当選させていただきました。私は6年前に国会に議席を得て以来、産業政策を中心に努力をしてきました。特に製造業の成長なくして日本の将来はない、ものづくり日本、このことを大切に頑張ってきました。これからも精一杯電気産業を中心とした製造業発展のために頑張ります。加藤俊之です。